ってくれてありがとうございます。Thank you.
もうちょっと、もうちょっと。これ精一杯なんですよ。渡辺さんいいですか？チャンプさんね。これは。皆さんこんばんは、マートルです。高校1年の時からマーブルっていうバンドを結成して、未だに。活動をやってきました。15の時だったかな、フォークソング同好会ってあって、新見治ちゃんや中川さんたちが先輩にいて、そして高校出てからもずっとちょっとやってまして、もう随分英子ちゃんとはブランクがあり、ちっちゃんと私はその後もずっとやってきたんですが、英子ちゃんとはもう本当何十年ぶりかに一緒にこうやってやります。よろしく今日はお願いします。もう皆さんなんでこんなバンドなのってがっかりするかもしれませんけど、その時代に私たちに曲を書いてくれてた方が、本当この夢の風船今からやる歌は思い出の曲なんです。聴いてください。
ってなくて曲だけが行って、ウィッシュっていうグループが、ずっとプロのグループが今でも歌っています。プロに曲は、特に夢の無線はアルバムの中にも入った曲です。夏よお願い聴いてください。キーが、キーが、サンカボです。夏のある日でお願いします。泣きながら帰って、でも
まあ、来る日はまたケロッと3人で夕方になると集まって、でまたそこで喧嘩になって、なんか喧嘩ばっかりしようかね、ライブ先でも喧嘩しちゃったね。ちっちゃんがね、何回もやり直させるんですよ、ここが悪いじゃん。もう、じゃあ、お前が悪いだってまだその頃可愛かったっけ。もうちっちゃんはやっぱ私たちより音感もいいし、あちっちゃんがおかしいっちゅうなら、外れてるっちゅうなら、外れてるんやなと思って、何回も歌ったな、この曲を。私たちの青春そのものです。それぐらいのものになります。三カップで。いつもちょっと低いけどな。ちょっと一貫で決まるな。本当お聞き苦しいと思います。入ってるよ。入ってない。ごめんごめん、これ通して、ちょっと。なんか、ジャムさんが、ベース福祉大学とか、夢にも思ってなくて、ジャムさんは私たちの音楽が、お前たちは音楽じゃないとか、ずっと言われてくる。で、私たちが練習してたら、メトロノームをポッと置くんですよ。違う、もうそれが、もうそれに慌てるのが苦痛で、シャンプーさんがいなくなったらメトロノームこそっと隠したり、もう本当自分たちの自己流のリズムで本当にやってきました。サルビア。武田の子守唄とサルビアを迷いましたが、サルビアの方をっていうリクエストがちょっと気持ちありましたので、サルビアの方を取らせていただきました。よろしくお願いします。大勢じゃないんですよ、少し抜ける少し抜けるんです、少し抜けるちょっと大事なちょっと大事な「いつも思ってた」「サルビアの花をあなたの部屋の中に投げ入れたくて」「そして君のベッド」君を死ぬまで抱きしめていようと、なのに、なのにどうして他の人の心を
は英子ちゃんが福岡からせっかく帰ってきてくれるんで、英子ちゃんなんか自分が最近一番好きな歌を歌い優しく言うと英子ちゃんがこの曲を決めてくれました。本当とても素敵な曲で、私も何回も YouTube で聴きました。森山良子さんがね、喋ってくださいちょっと固まってますすいません。マーブルを卒業してから英子ちゃんはKBC のアナウンサーをされてて、今日もあんたアナウンサーしよったんやけ、喋ってって言って私が言ったんですけど、みっちゃんが喋りとか言うもんですから私が喋ってますけど、近頃はみっちゃんの方が口がまめるのでちっちゃに思ってました。あと元アナウンサーです。
生きるものの歌、最後に聴いてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。